皆さん明けましておめでとうございます。せいやです。今回の企画はですね、やはりお正月といったらお年玉じゃないですか。まあやっぱりもう26歳になるともらえないじゃないですか。10年ぐらいはもらってないと思うんですよ。まあ多分りんちゃんももらってないと思うんですけども、やっぱりお年玉ってもらうと嬉しいじゃないですか。なんでりんちゃんに今回はこの15万円をお年玉としてあげてみたいと思います。まあやっぱりりんちゃんにはね、いろいろ迷惑だったり、まあ苦労をかけてると思うので、日頃の感謝を込めてそれをあげてみたいと思います。まありんちゃんは多分そっとびっくりするか、結構喜んでくれるかなと思うんですよ。で多分りんちゃん向こうにいるんで、今から突撃したいと思います。それでは行ってきます。レッツゴー。なんでカメラ回してんの？新年明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。もう正月といったら何だと思う？お正月といったら、お餅。お餅か。おせち、たこ揚げ、餅つき。なんか忘れてるものない？忘れてるもの、遠い昔に。え、なんだろう、遠い昔に。遠い昔に、やっぱり正月といえばなんか楽しみはあったんじゃない？お正月で楽しみといったら、お年玉。お年玉ですね。っていうことでね、うんちゃんがね、日頃頑張ってね、いろいろこういう風に YouTube とか付き合ってくれてるからね。なので僕から約10年ぶりぐらいのお年玉を授けよう。お年玉って書いてある。手書きで、手書き。でか、しかも、お年玉袋でかくない？あ、そうだね。でかいでしょ。でかいね。まあちょっと少ないかもしれないけど、まあ気持ち程度で。やば。え、見ていい？どうぞどうぞ。え？やばくない？やばいっすか？この年でこんなもらえるの？まあやっぱり日頃のね、この感謝といいますか。ちょっと待って、まだ。え、やばくない？出していいの？いいよ、出していいよ、出していいよ。え、何人いるのこの人？15人います。15人いるの？15人います。え、どうしたのこれ、だって。え、どうしたのこれ。いや、まあ やっぱりね、日頃からね、ずっと頑張ってくれてるし、まあ、用意しました。え、用意したってどういうこと？まあずっとね、コツコツ貯めてて。貯めてたの？そうだね、やっぱりお正月ね、2021年にさ、渡せればなと思ってたんだよね。え、なんかそういう、何決めてたの？21年はお年玉あげたいなって思ってたの？まあそうだね、やっぱそういうの思ってたし。嬉しい。え、めっちゃ嬉しい。でも、あ、ほんと？嬉しい、嬉しいけど、でもなんかここまで金額がでかいと、もらいづらい。まあ、もらいづらい。え、だからもう気持ちだけでいいよ、お年玉は。いい、そういうのはいいよね、ちゃんと受け取ってさ。ね、せっかく自分がここまで貯めたわけでしょ。まあね、だからさ、このお金をさ、2人で使おうよ。じゃあ2人が必要な時に使おうよ、例えば記念日とか、どっか旅行行ったりとか、美味しいもの食べたりさ、したくない？でもね、やっぱり自分のために使ってもらいたいなっていうのはあったから、別にそんなね、気使ってもらってもね、それは嬉しいから、こっちは。でもさ、いいよ、一緒に使おうよ。お互いのお年玉にしようよ、じゃあこれ。お互いの、お互いのお年玉にしようよ、だったら。あ、いいよ、でも全然好きに使っていいからさ。まあ、っていう感じでね。いいよ、一緒に使おうよ。まあ、まあ、まあ、このままじゃね、もうずっとその方向性になっちゃうから、せっかく動画撮ってるからさ、ね、ありがたいことに。2020年もマスチャンネル夫婦頑張っていきたいと思うので、これからも応援よろしくお願いします。それではこのチャンネルが良かったら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。バイバーイ。アディオス。